はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ今回はですね、私が大好きなジブリグッズの購入品を紹介するんですけれども、今回はこの5月にジブリオタク太田ゆいが買ったものを紹介したいなと思っております。なんかね、最近のジブリ界隈はちょっとね変わってきておりまして、去年とかはどんぐり共和国っていうのがあのジブリのグッズショップなんだけど、だいたい毎月さ、今月の新発売ジラーみたいな感じでなんかそのポスターが出たりとかするくらい、まあ、毎月毎月新しいのが出てたんだけど、最近のジブリ界隈はですね、どちらかというとほんと少数精鋭と言いますか、新商品もちょこちょこ出るけど、どっちかっていうとなんか昔のものがもう一回再販されたりとか、なんかそういう感じになってきております。だから今回私が紹介紹介するのもだからちょっと懐かしいものもあったりとか、まあ、そこにプラスしてそんな狭き門をくぐり抜けた新商品があったりとかするので、ぜひあの参考にしていただけたら嬉しいです。というわけでジブリオタク太田ゆいがこの5月に買った商品紹介いってみよう。はいはい、ちょっとね今日はね、あの SD カードの残りがねあと30分しかないので巻きでいきたいと思います。じゃあまずはねこちらからいきましょう。ドーン。はい、こちらはジブリのグッズショップっていうのは、先ほど紹介したどんぐり共和国っていうのがまあメインであるんですけど、こっちは GBL と言いまして、ジブリのアパレルショップですねが GBL っていうんですけど、そこで買ってきた商品になります。なんかこれはちょっとアメカジ系のお洋服とか、あと私キャンプもするので、なんかキャンプにも使えそうなものがたまに売ってたりするんですね。まあ、そこですごくいいものを見つけたので紹介します。一品目はこちらです。じゃーん。はい、こちらはですね、もう GBL の王道商品なんですけれども、GBL 限定、崖の上のポニョ、フェイスカラビナでございまーす。はい、これはもうね、GBL でもだいぶ前から売っている、代用する商品の一つといってもいいカラビナになっております。キャンプする時にもすごく使える商品なんですけど、こんな感じ。じゃーん。まあ、こういうね、あの、金具ですね。フックとして使えるやつをこのカラビナって言って、まあ、キャンパーさんとかをよく使ってるんですよ。なんかそれのあのジブリバージョンが出ておりまして、こんな感じでほらなんかこうなるんですね。例えばこういうさ、ほんとただの紐の部分に、まあ、こうやってよいしょ、はい、つける。あーかわいい、めっちゃかわいいじゃん。こうやってつけるとなんかさ、これにプラスでさ、キャンプの時だったらライトをここに吊り下げたりとか、ここからペットボトルカバーを吊り下げたりとか、なんかそういう風な使い方ができるのがこのカラビナというあのフックになっております。まあ、ほんとねキャンパーさんはよくこれを服とかにこうやって吊り下げて、ここにあのライトを吊り下げるっていうのが一番多い使い方だと思うんですけど、なんか私あんまりねまだカラビナ持ってなくって欲しいなと思ってたんですけど、せっかくならジブリにしようと思って買ってきました。これさ、すっごい可愛いのがさ、これは私ポニョバージョンを買ってきたんですけど、正式な付け方がこの逆さ吊りなんですね。だからなんかこうポニョがさ、なんていうの、こう泳いでいる姿というか、寝そべってさ、こうやってプカプカポニョって浮いたりすると思うんだけど、なんかそれを彷彿とするような、あえてこの逆さまデザインのポニョになっております。なんか他にもあと顔なしとか、あと顔なしとか何やったっけあれ？まあでもただこれね、あのアクセサリーとして使ってくださいっていうのが主なので、こう登山の時とかにさ、普通のカラビナってこれにロープつけてこう安全綱として使ったりもするんだけど、そういうのはさすがにちょっとできなくって、こう、まあ、一応頑丈に作られてるんだけど、そこまで本格的なカラビナではないので、あくまでもなんかこういうカバンにつけるとかライトを吊るすとか、まあ、それぐらいの役割として使うのをおすすめされている。はい、こちら崖の上のポニョのカラビナでした。はい、次。続いてもこの GBL からいきましょう。続いてはこちらでーす。じゃーん。 GBL 限定、天空の城ラピュタアイロンワッペンバルスでございまーす。もう今にも崩壊してしまいそうなこちらの商品なんですけれども、これあの名前の通りアイロンワッペンになっておりまして、普通はなんかそのワッペンつける時ってこの縁をこう糸で縫って縫い付けるみたいなのが多いと思うんですけど、これアイロンワッペンなので、そのアイロンで上から押さえるだけで熱でくっつけられるようになっております。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じ。じゃーん。うわー、バルス
かわいい。なんかさ、映画で出てくるさ、飛行石は、まあ、これがあのそのバカラが出してるやつなんですけど、これ結構原作に近い色味だなと思ってて、まあ、これぐらい濃い色なので、なんかちょっとこうライトブルーなあの飛行石でちょっと可愛らしい感じがしますね。なんか私もさ、こういう刺繍とかさ、すっごい好きなんだけど、まあ本当にさ、つけるのがもうめっちゃめんどくさいんですね。使い方としてはアイロンのスチーム機能を使用せずにバッテンをつけたい位置に置いてください。アイロン温度を180から200度にセットし、上から不要になった面などを当て直します。バッテンは約25秒から30秒間しっかり押してきます。まあそれで完全に冷えるまで置いとくとくっつくという感じらしいですね。へえ、簡単そう。いやでもそれこそさ、私本当になんかいつか自分のさ、子供とかができたらさ幼稚園のあの給食袋とかにさ、こういうのつけてあげたい。もう絶対楽しいんだろうな、そういうの。なんか私はお母さんが、あの私すごいチューリップ好きだったから、チューリップのなんかそれこそワッペンを縫い付けてくれたりとか、一回お母さんがなんか幼稚園の時に寒いからさ、なんかニットを編んでくれたの。もうほんとなんかこうベストみたいな、真ん中にすごい大きいさ、このミニーちゃんが描かれたあのベストを作ってくれて、やっぱそれすっごい嬉しくて、なんか先生とかにさ、見てーみたいな、お母さんが作ってくれたとか言ってさ、めっちゃ見せてた記憶がまだある。まだ 3,4 歳だったと思うんだけど、すごい思い出に残ってるのね。なんかそういうさ、なんかこうほんとちょっとこうワッペンつけるだけかもしれないんだけど、なんかちっちゃい頃はさ、そういうのがすっごい嬉しかったりするから、学校のものとか幼稚園のになんかつけてあげるとかも、なんか自分もいつかやってみたいなと思うし、なんかすごくおすすめかなと思います。はい、というわけではい、というわけでこちらが GBL のワッペンでした。はい、次ではお見せしましょう。こちらです。じゃーん、GBL 限定フレグランスジェル、ホテルアドリアーノのホワイトムスクでございます。うわー、やっべー、これはこれやっべーぞちょっとこれは日本中世界中のジーナが大好きな皆様にぜひおすすめしたい商品です。よっ、うーわー、やばい、もうめっちゃいい香りする。はい、そうなんです。こちらあの瓶に詰められた香水ですね。まあ、香水っていうか芳香剤ですね。ちょっとこれちょっとね、まず詳細をお見せしますと、ホテルアドリアーノってみんなわかるかな、あの紅の豚でさ、あのジーナっていうマドンナがあの歌歌ったりとかバーとかをしているね、ホテルアドリアーノっていうところがあるんですけど、これですね。はい、絵が描いてあるんですけど、まあ、これがホテルアドリアーノっていうやつで、まあ、そこの建物をイメージした芳香剤ですね、が出ておりました。ほら見てよ、ちょっとまずこの、うわー、ホテルアドリアーノのロゴが載ってるんだけど、やばい。なんかこれね、あの映画の中でもこのネオン調のあの字があの本当に出てきたりするから、本当あのホテルアドリアーノといえばこのロゴっていう感じなんですね。まあそれがさ、なんかちょっとこうネオンっぽいちゃんと素材で印字されていまして、なんといってもちょっとここ見てよみんな、じゃん、うわー、ジーナ様ージーナ様ジーナ様ー、うわー、ちょっとこれめっちゃ最高。見てこのさ、妖艶なジーナの横顔、うわー、もう色気がすごいんだけど、もうこのさ、もう妖艶な感じのジーナが、あの加藤登紀子さんのね、声でね、歌を歌うんだけど、もう本当にあのシーン大好き。で、まあそんなジーナのこの蓋を開けますと、あ、すごい、こういう感じだ。見てほら、もう完全に芳香剤ですね。あー、固まったジェルみたいな感じになってる。これで、うわ、めっちゃいい香り。待って、ホテルアドリアーノってこういう香りなのかな。なんか匂いってさ、ほんと伝えるの難しいんだけど、まあでもあのホワイトムスクなので、なんかほんとそういう爽やかな香りだけど、ちょっとこうお花の香り、なんかユリとかそういうなんかほんとバラとかほどこう甘ったるくないというか、爽やかな花の香り。あー、なんか、うわ、でもわかる、なんかジーナこの香水つけてそうだなってちゃんと思えるような香りです。あのほんと六本木ヒルズとかに置いてそうな香り
なんか私あんまりさ香水とか得意じゃなくて、普段自分にもあんまりつけないし、なんか香りが強いさ髪のミストとかもあんまり好きじゃ ないから、基本なんか芳香剤とかも無香料を選ぶのが多いんだけど、なんかこれはなんかそういう私でもちゃんといい匂いと思えるやつですね。ゼリー状だから多分あんまりこうきつくないんだと思う。なんか全然大丈夫。これはね、一応香る期間、芳香期間は、約4から5週間となっているみたいです。だからまあこうやって蓋開けて置いとくと、4週間から5週間ぐらい香ってくれるみたいですね。なんか人間ってね、五感の中で唯一思い出せないものが香りなんだって。カレーの匂いとかもさ、まあ、カレーの匂いっていうのを思い浮かべることはできるんだけど、もう一度嗅ぎ直すことはできないっていうか、なんかそれと同じで、この例えば魔女の宅急便のさパンとかも、そのうわ美味しそうと思うことはできるけど、なんかその匂いを勝手に想像することはできないっていうか、実際に嗅がないと匂いっていうのは体感することができないものらしいんですね。だからなんかこういうさ、なんかその作品を彷彿とさせる匂いがあると、なんかこうほんとなんていうのかな、ホテルアドリアーノに行ったような経験ができるというか、なんかその疑似体験としてすごく面白いなと思います。香りってがちょっとこういう、あの紅の豚好きな方多分たくさんいらっしゃると思うので、あのジーナ好きな方とか、あのホテルアドリアーノのバーがすごい憧れるなという方は、ちょっとぜひ GBL でこちら探してみてください。本当に可愛い。はい、というわけでこちら GBL で買ったホテルアドリアーノの芳香剤でした。はい、ここまでが、GBL で買ったものになります。最後にちょっともう一個、あの最近私がどんぐり共和国で買った商品を紹介したいと思います。最後がこちらです。じゃーん、かわいい。そうなんです。はい、こちらどんぐり共和国隣のトトロニットマルシェバッグでございます。かわいい。私先日さ、あのショート動画でハンコをあげたの覚えてますかね。あのロウを溶かしてさ、このこう封をする、あのシーリングスタンプっていうのを、あの動画で紹介したと思うんですけど、それと同時に発売になったのがこのニットマルシェバッグっていうやつで、要はカバンですね。これが最近発売になりまして、お迎えしてきました。外箱にはね、こういう可愛らしい、いやーみーちゃんの帽子のシールが貼られておりまして、もうこの箱ごと置いときたい所存ですね。で開けると、わー、あ、すごい、めっちゃしっかりした生地だ。おー、うわー、かーわいい。もう私大好き、こういうターコイズブルーみたいな色。はい、こんな感じでショートトロがこの散歩しているようなデザインのニットバッグ、ニットバッグになっております。でこの取っ手の部分には、はい、めいちゃんの帽子とマックロクロスケのバッジもついております。表裏は同じデザインですね。まあ、こんな感じ。まあ、これどうやって使うかっていうと、まあ、こんな感じでさ、ポーチとか入れるでしょ。したら、まあ、このままもちろん持ってもいいんだけど、まあ、マルシェバッグなので、まあ多いのはなんかこんな感じで、あのクロスさせてなんか1個だけ持つやつが最近は流行ってるんですけど、まあ、こんな感じで持つこともできます。かわいい。今日の服にもめっちゃ合うし、なんか普通にデニムと白 T とかに持ってもすごいなんかこうワンポイントになる色味なので、すごいかわいいですね。なんか普通のニットだとさ、こういうちょっと重いものとか入れちゃうとこうビヨンって下に伸びちゃうんだけど、これはなんか全然そんなこともないし、なんか割と容量も入りそうな気がします。こういうこれぐらいの形のノートも全然入るし、あ、ポーチも財布も携帯も全部入りますね。なんかでもなんかこれはあんまりこうパンパンに入れるんじゃなくて、ほんと程よくちょっとだけ入れてさ、片手でプラーンって持つぐらいが可愛いのかなと思います。サマーニットっぽいっていうか、全然モケモケもしてない、あの夏でも使えそうな、素材なので、お出かけバッグ探し中の方はチェックしてみてください。可愛い、スリスリ可愛い次。はい、というわけでこんな感じですかね。5月買ったものは以上に
なっております。なんかほんとさ、ジブリグッズのいいところはさ、なんかほんとただ飾るフィギュアとか、ただこう鑑賞として楽しめるものだけじゃなくて、こういうなんか生活に入り込んで一緒に使えるようなものがたくさん売られているので、なんかちょっと今回も日常を楽しく彩ってくれそうな商品がいっぱい買えたなと思っております。満足満足。まあ、これからまた夏に向けてね、新しいグッズがどんどん出てくると思うので、ちょっとその時はご紹介できたらなと思います。というわけで、今回の動画もいいなとか欲しいなって思ってくださった方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしい企画あったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部読めます。というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。